とりあえず、組んでみてリアディレイラーの調整をしてみました。まあ、リアディレイラーの調整なんですけども、まあ、やっぱり11足のスペースに12足入れてるのが大きいと思うんですけど、やっぱりあの1足1足の幅がすごい狭くなってるんで、ちょっとシビアな設定というか調整がちょっとシビアになるところがあります。僕の場合で言うと 11T から 12T にダウンするとき、それと 13T から 12T にアップするとき、要は 12T のところですね、そこがちょっとなかなか調整が難しくて、他の、ギアはすらずにこううまく変速するんですけど、12速のとこだけうまくいくときでもちょっと、横のギアと擦ってお隣がしたりとか、まあうまくいってないと、13T から 12T に行かずに 13T から 11T までいきなり行っちゃうとか、あるいは 11T から 12T に上がるところが11から13に一気に上がっちゃったりっていう風になったりします。そこの調整が結構難しくて、そこがスムーズにこう 11T から 12T に行くように設定すると、今度は一番大きいギア 34T の方に行くときにうまく上がらなかったりするんで、なかなか結構シビアな調整が必要になります。まあ一回調整がうまくいっちゃえばもうあの全然問題ないんで、あとはもううまくいったときはそれ以上触りたくなくなっちゃいますね。ここのとこがちょっとシビアで、13から12、11から12っていうのは今はまあとりあえずできてるんですけども、なかなか難しかったですね。まあ、現状でもちょっと 12T の方だけ少しするような音がしてるんですけども、それ以外は今のところうまく調整できてます。シフトアップはすごい軽いんですけども、シフトダウンがちょっとシマノに比べると重いような感覚があります。これもしかしたら慣れかもしれないですけども、ちょっとさらに大きいギアになった時に少し力がいるような感じがします。シフトアップがすごいスムーズですね。本当力もいらずにシフトアップしてきます。シフトダウンがちょっと、まあ、ただ思うのは、まあ値段がこんだけ安いんで、その例えばアルテグラと同じような操作感をちょっと望むのはここかなとは思います。ちょっとこの押しが弱かったりするとちゃんと変速しなくてっていうのがある時がありますね。こういう時ですね、ちょっと弱いとちゃんと変速しなくてこうガタガタいう時がありますね。なんていうんですかね、このちょっと独特な操作に慣れる人はお買い得ですし、やっぱりシマノの方が使いやすいって思う人はちょっと慣れないというか、あのシマノを使った方がいいかもしれないですね。まあ、11速の幅の中で12速なんで、ちょっと微妙に動かすだけでギアが変わっちゃうっていう状況もあるんで、11速だったらもっとスムーズに変わるかもしれないですね。あとは、メリットとしては圧倒的にやっぱり軽いですね。11から34のスプロケがシマノに比べて 100g 軽いっていうのは相当、まあ、メリットというか優位性があるところだと思います。少しでもこう大きいギアを使いたいんだけど軽くしたい、まあ、特にヒルクライムなんかそうだと思うんですけど、そういう人には、まあかなりメリットになるのかなと思います。だからこの、変速性能というか変速が、まあ、方法が違うので慣れの違いもあるかもしれないけど、ちょっと重く感じるっていうのと、まあ、どっちを取るかみたいな形ですね。
まあ、もしかしたら慣れたら全然問題ないのかなとは思います。今回は、センサーエンパイアプロ12速のリアディレイラーの変速の動画でした。次は実際に走ってみての、まあ、変速の感じとか走りの感じとかをインプレできたらいいなと思ってます。それではまた。